それではですね、ウロ戦争がなんで長いこと続いているのか、いろんな方面で追ってきましたけど、今日ちょっとね、東野篤子先生、の、過去現在未来というか、どんな言説を垂れてどんな行いを、してきたのか、ということを述べようかなと思って、ちょっとね、僕がね今まで追いかけてるそういう先生方を見ると、いや、なんか特徴的ね、そういう彼女人文系の先生って結構ね特徴的なものをね、非常に攻撃的な人っていうのは特徴的なものを持ってるに違うかなということでね、一人は、橋迫瑞穂氏、もちろんブロックされてるんですけども、橋迫瑞穂氏、それから北村麻也氏、もちろんブロックされてます、それから東野紀子氏、ブロック、鍵かけてブロックされてます、彼女たち、どういうことで彼女たちブロックをしてるのかなと思って、共通するのはやっぱりね、たくさんのフォロワーというか信者を抱えてて、そのね中堅信者たちに犬笛を吹いて、そして彼らをね、彼女らを動かして、自分で反対する人に襲いかからせるというね、非常に悪辣教団の教祖みたいな、そういうショッカーの魔界星人みたいな感じで、どんどんとね、そういう犬笛に踊った魔人がね襲いかかってくるというようなんでね、よく似てるよね。でね、橋迫瑞穂氏はね、基本ね、僕に対して訴訟をね、仕掛けてきて、このブログを書いたんが基本僕やって言われてるけど、僕もこんな 暇ないですから、書かない。これは別の人なんですけど、ちょっと利用させてもらってるんやけども、ツイッター上で誹謗中傷され弁護士を挟んで交渉した件について経過を書きました。長文になりましたがお目通しくださいということでね、弁護士を挟んで、誹謗中傷した。まず彼女の言い訳一回見てみましょうかね。ツイッター上で誹謗中傷された彼女の言い分としては、私がそのステルスマーケターの信者だと根拠のない話を長期にわたり流しつけたアカウントに対して弁護士を挟んで削除の依頼と、その今後そのような名誉の毀損に該当するような文書を書かないように要求しました。当初は損害賠償も請求したので、交渉の上、損害賠償を請求しない代わりに、私が相手方を非難した文書も削除するという形の交渉に切り替え、そして全ての交渉を、しかし全ての交渉を、拒否されましたとね、いうような感じで書いてきてるんですけど、基本ね、彼女が書いてきてることに関しては、おかしな話だと書いてきてるんだけど、彼女の方がね、僕にね、非常に、絡んできてたんですわ。でもね、信者さんはこういう犬笛で、結構ね、絡んで、キャルちゃんファイトとかって、いうような、ことになりますね。ここに、添付の文章を書き写してきてますので、ここ分かりやすいですね。長らくね、子宮院長はるちゃんを擁護して子宮系スピリチュアルのスケールス負けた、言うと、陰謀論をね、そういうなんか子宮に宝石入れたら、子宮が良くなるよっていうような人やったんかな、だからもう医学的根拠がないと、ね、そういうのを学者が、
ね、推薦したらあかんやろというような、ことをね、うん、お話っていうかツイートでお話ししたんや、あということで、まあ、はるちゃんとは関係ないとね、ね、まあ、私がそのはるちゃんを推奨したわけではなかったんやと、ね、でもそれを推奨してる推奨してるということで、ね、私に必要にまとわりついてたという話ですよね。で、そういうことをしたらあかんよねっていうことで、うん、まあ、弁護士を挟んでね、交渉して、そしてもう相手は弁護士を挟んで交渉しても、私に関してね、全てのね、私のその心温まる要求をね、支払い拒否したということなんですけどね、これ、宮崎県の弁護士が確かにね来ました。慰謝料100万円ね。で、このブログとかブログのリンクをしないように要求する内容証明書ですけどね、これってね、私が書いたブログじゃないんで、そしてリンクも必要なところはリンクしますよね。でもしないように100万円出し、うん、ね、すると100万円出せよお前というような来てたんで、いや関係ないでしょ、訴訟どうか違いますかと、いうような形で、まあ、もちろんね、全無視、ガン無視しました。ガン無視して、逆にね、彼女が、私に対して、セクハラ意思とかね、いうことで、非常に、まあね、名誉を傷つけるようなことを書いたんで、まあ、そういうことを書いてますってこの弁護士さんに送ったら、もう弁護士自体がね、その訴訟を降りてしもたということなんですよね。つまり、基本はね、弁護士が、まあ、相手にするような、弁護士が肩聞きっていうか一方的に聞いて、金になるなと思って動いたとしたも、相手の言い分を聞くと、もうどうしようもない、裁判にも勝てないような、ね、問題やったということやったんで、それでね、基本もう終わってしまったということを、なんか弁護士を通して、自分の中ではね、それを消化したというような話に、なってるらしいんですけど、まあ、だからもう脳内でね、結構変換するタイプの方みたいなんですよね。で、その脳内で変換するタイプの方で、まあこれね、一応、うん、ごまかして書いてますけど、小説風に書いてるんやけど、まあまあ、またこれも貼っときますから、見ていただいたらええけど、ちょっと、内容はね、書いて貼ってますから、ね、見ていただいたらええけど、まあ、しつこくしつこく寄ってきたよと、うん、いうような形で、どこやったかな、ちょっとね、展開が遅いんでね、申し訳ないね。出てくればいいんですけども、まあ、いろいろとね、もう、まあ、20や30で聞かんような形で、セクハラ、セクハラというふうに、会うたこともない人に関して、そういうね、ことを書くこと自体がおかしいんやけど、まあ、彼女たちは、ね、そういうセクハラということを書けば、ついヘミ、ね、フェミが集まってきて、自分たちの援護をね、射撃をしてくれるやろということでね、そういう、フェミ応援のために、こいつはもうセクハラをした、
ね、悪いやっちゃーということで、書いてきてるみたいなんですね、ここら辺。ちょっと大きいしましょうか。あ、セクハラ、あ、セクハラ、セクハラ、セクハラ、何が一体セクハラになる、ね、ここでだから、セクハラって何したらセクハラになるのって聞いてるぐらいです、ね、定義もわからんで、セクハラ、セクハラ、セクハラ、あ、私はセクハラされたと、あ、いうようなもうね、もう何度も繰り返して、ね、理由にもならんセクハラを繰り返してたということで、まあ弁護士も落ちてしまったと、いう感じですよね。で、彼女はまあそういうちょっと、あちら側の人みたいなんでね、もう半分ちょっとね、病になってしまってるような感じですよね。もう治らんね、病になってしまってるのかな。だからいろいろね、やってるみたいでね、他山田のじじゅさんって、これもね、そういう、陰謀論界隈とかなのきる、ね、作家さんやけども、そこでも橋迫水雄氏はね、絡んできて、そこはねもう完全に裁判で、勝ったというようなことをしてますから、もう本当にね、余計なことをこの橋迫水雄氏はいろんなところでやってるみたいな感じですよね。これ与那覇氏っていうかな、この人とも今最近、また、揉めてるみたいな感じやし、まあそういうね、橋迫水雄氏をふと思い出して、まあいろんな、ね、社会学者、人文系の社会学者っていうのは、ああそんなもんなんやね、社会学者、ね、この上野千鶴子、ね、これが人文系の社会学者じゃないけど、彼女が、ね、意味軸も言うてんのはね、私はね、経験科学の研究者だから嘘はつかないけども、本当のことを言わないこともある、ね、だから自分の不利なデータは徹底的に隠すと。ね、社会運動家、学者やなし社会運動家ですぜって、ね、言ってるんで、本来ね、もうこういう人文系の、学者さんの言うことを真に受けてそれが正しいんやなし、ね、そういう人文系の学者さんっていうのは、彼女たちが向かうしたい方向性に人を洗脳する人、まあ教祖ですよね、教祖というような、ね、立場を取ってるんじゃないかと。いうことね、だからね、これはまあそうですね、これおすすめですわ、僕が書いたね、ブログやないですけども、この東の市、いや東野市の話に、橋迫氏を見るにはね、橋迫氏の全容を見るにはこれがおすすめなんやけど、これ結構ね、橋迫氏の目の敵にされてるから、時々ね、消えちゃうことがあるんでね、でも橋迫氏を見たかったら、彼女が一体今まで、何をしたのか、どういう行動をとってるのか、非常に、よくまとめてくれてるんでね、おすすめブログやと思います。ね、で、まあ一人、それがね、橋迫氏、ですから、この橋迫氏、全部貼っときますからね、まあ、また見てみてと、次がね、どこでしたっけ、細胞は消えちゃったか、あら消えちゃったね。次、北村細胞、ね、この方も、非常に、よく似て、この方は御座先生との争いね、御座先生が鍵あかにしてるところで、細胞批判を、ね、したと、いうことで、一応この時ね、NHK の鎌倉殿やったかな、その5人の鎌倉
の女性たちの、ドラマがあったんだけど、まあそういう時に細胞がこうフェミを全面的にね、出して、そしてね、そういうね、女性をなじるとはどういうことなのとね、その学歴とかなんとかに女性差別が、あるんじゃない、あなた方がそれを女性差別を助長してるんじゃないかと、いうような話に持ってきまして、ね、そしてその、ね、女性差別を煽る、ね、五座先生、大学からも、そして、その人文系の学者が、ね、からも、皆さん抜けてくれって集団、フェミが集団ヒステリーになった、ね、もちろん、犬笛を吹いたのは、北村さえ、なんですけどね、北村さえが五座先生のポストを見つけて、これはフェミにとってはけしからんという犬笛を吹いたら、こういう署名がオープンレターが集まってね、ここをですね、2023年8月、大学共同利用機関、法人人間、研究家機構との間で取り交わされた和解の合意書のまとめ付き、11月、五座先生は、国際日本、これはね、戻ると。ということですから、まあ、よかったですね、栽培して、戻るということですけどね、その前にこの研究機関が、こういうオープンレターに、署名して、五座先生はその、ね、反ヘミ、ミソジニーやということでね、オープンレターに書記して、ね、五座先生、に対して、私たちはけしからん。このフェミを守る私たちが、五座先生のもう、無粋なポストということに対して怒ってるんやと、わざわざ、ね、そういうことをオープンレターで、書くわけですわ。書くと、まあ、まあもちろんね、その前に NHK の監修は辞退してたし、ある程度、まあ、五座先生も、まあ書いたことに対しての責任は取ったんやけども、炎上は燃え広まってここのオープンレターまで行って職場まで失ったと、まあね、もちろんそこまで行き過ぎてるから戻ってきてよかったですねって言うんやけど、この方たちは失った時点ではね、自分たちの留飲を下げたわけですよね、沖さやか、金田、北村さんね、ここいやらしいでしょ、トップに書いてない。発起人の一人やけどトップじゃないよと、ね、いう感じで、こういう、ね、一流の学者なんかが、ね、載せてますよという、ね、職歴学歴を書いてるんですよね。でね、ここにですね、まあまあ見ていただいたらいいんですけど、これがまあフェミ、まあ、特に追ヘミというね、どれだけ、ね、実質が伴っているかは分からへんけども、自由に乗りやすい人たちですよね。そういう人たちが、まあ、書いてあった。ということですよね。まあまあ、この名前も覚えていただいたらいいし、まあ、全部載せてきますからね。こういうのを書いて、これがネット立とうとしてね、残るんやと。いうことは、ご自覚書かれた人は ご自覚なされたらいいとは思いますね。そしてそこの中にですね、でここね、これ後からね問題になったのが、賛同してないのに名前を入れられたっていうような人もあって、ね、中でこういうね、内部の中での揉め事もあったみたい。ならちょっと一言、触れさせていただきますけどね、そこで、結構ねたくさんの人がね200何名やったかあるんですよね。で、ほんで僕が見つけたいと思っ
ってるのは、もうちょっとしたら出てくるのかな。まあ、この10杯人からげの中やからね、まあ、一丁神、ちゃあ一丁神なんやけども、わざわざここに、まあ、自分はそのフェミをね、武器にして、相手を攻撃してるから、やっぱこういうところにも、乗せとかな あかんのでしょうね。そこで、橋迫さん、早く出てきて、どこやどこや、だいぶ下の方なのこれ。どこですのん、どこですの。ありました今まで。どこやろ。確かね、一回見つけ、お、こいつ乗っとるわ、ということで、確認はしてますんで、あるのはあるけども、今、見つけられない。まあ、他ね、ちょっと皆さん、名簿を見て楽しんでいただいて、あ、これは知ってるわ、こいつは知ってるわ、ね。あ、こいつまでこの五田先生のこういうことに一丁加味してたんかっていうのは、見ていただいたらいいと思いますけども。どこじゃいな、どこじゃいなやな。あれ、橋さこさん、いつの間にかワープしました。え、橋さこさんのワープ、あららららら、ら、橋さこみずほさん、みずほさんどこですかいな。あら、ここってあったら言うてください。まあもう言われへんですよね、動画なんやから。あるんです、あるんです。でもまあ、ここでね、もうあんまり時間は取りたくはないんで、一応この中、これで見つからなかったら一応この中にあるということだけ、ご理解、ください。あるんです。あるんですよ。あるんやけども、なんかこの2つの目、最近ちょっと視力もボケてきたし、今見てては見えないですね。橋迫みずほさん、あら、どっかにあるんですけども、まあこういう形でね、皆さんね、記憶が薄まらないうちに、まあ覚えてってくださいね。こういう人たちが、書いてたよということで、この中に橋迫水夫さんも、載ってたんですけども、今ちょっとね、この時間内に、見つけ出すことができないのはもうこれ、ひとえに、私の視力の悪さやと、ね、もうそこを責めていただかんと仕方がないですね。あ、ほんまに出てこないわ。なんかね、中間ぐらいにあったような気がするんやけども、ほんまに、え、怖、あー、ないっすよね、ないっすよね。でもないけどもあるんですよね。また、まあ、探して、ここにあったよ、何番目にあったよって、まあもしね、コメントで、寄せていただける方がいてるんやったら、またそれもね、コメントで、寄せてください。橋迫水間さんもこのね、五田先生の避難オープンレター、五田先生はミソジニーやという非難オープンレターに名を連ねてたという証拠がここにあるということだけは覚えて、まあね、これも全部リンクに貼っときますから。出てきました。はい、ここです。橋迫水夫ね、立立教大学社会学部兼任講師ということでね、こういうことで、連なってましたね。で、彼女たちの特徴をね、北村さえ
氏、橋迫瑞穂氏、それから東野陽子氏、彼女たちの、ね、特徴っていうのは、彼女たちの信者を犬笛へ吹いてこういうふうにね、人の避難、ねに走らす、徒党を組んで走らす。で、自分たちの論説の正しさを、ね証明する。全く証明されてないですよ。論説の正しさっていうのは基本的に、自分がやった学問に対して、それが検証できたり、結果がその学問の、ね結果通りになったりと、いうことなんで、ね、彼女たちのやってるのは基本これなんですよね。社会運動家として正しい選択をやってるだけで、学問じゃないんですよね。橋迫瑞穂氏も北村紗英氏も、そして新たに東野典子氏も学問じゃない活動家にね陥ったんじゃないかということで、今回ね、東野典子氏のね、もう2年半経つんやから過去現在未来のね、言説を、ちょっと見ていこうかなということです。で、今日ね、6時からやるんで、ぜひぜひ、楽しみに、見ていただいて、まあ6時からねちょっとこの橋迫瑞穂氏や、北村紗英氏の話をね、しながらね、彼女たち人文系の学者っていうのがいかにねその活動家になってしまうかっていうような話をしながら、後半東野氏に、つなげたいなと思ってますんで、なぜ、この戦争が2年半以上終わらないのか、ね彼らがイデオロギーに生きてるから国民をそのイデオロギーで洗脳してしまってるんじゃないかっていうのが、僕の分析です。まあそういうことで、考えていただければいいかなと思ってます。